検察審査会制度について知ってもらおうと、松山検察審査協会は2日、松山市港町5丁目の松山市駅前など市内中心部3カ所でチラシなどを配りました。検察審査会制度は、検察官が被疑者を起訴しなかったことが良かったのかどうかを選挙権を持つ国民からくじで選ばれた検察審査員が審査する制度です。啓発活動は10月1日から7日の法の日週間に合わせて、検察審査員の経験者で構成する協会が毎年実施しています。これは我々この検察審査制度というのがですね、裁判員制度なんかに比べましてですね、もうちょっと周知ができてないんで、そこを周知徹底しましょうということ、周知して知ってもらいましょうということでやっております。で、今日は我々の会はですね、200名ばかりいるんですが、31名ほど参加しております。で、街頭でですね、ビラとか、それからカレンダーですね、それからティッシュとかを配布しております。何か困ったことがもしあるようでしたらですね、裁判所の方の検察審査会の方ですね、の事務局の方に来てもらったら、ご相談に乗っていただけるんじゃないかと思いますけれども、よろしくお願いします。